こんにちは、パチプロ必勝本の梅谷真です。今回から始まりました引き継ぎリレーバトル勝利への道しるべと、僕もね、初めてやるもので、皆さんも今初めて見てるんで、どういうことかわからないと思うんですけれども、もしかしたら今ここからどどんと企画趣旨の説明あるかもしれませんが、私の方から説明させていただくと、3ヶ月にわたってライターが、こちらの店舗、キコーナ JR 吹田駅前店、こちらの方で実践をすると。3ヶ月連続で実践をして、僕がトップバッターとなるんですけれども、僕が、もちろん、今日は今日で勝利を目指しながらも、勝ちの道しるべとなる情報を集める。そしてその情報を次のライターの方はね、とりあえずしんのすけさんの予定です。はい、僕の大先輩になりますけれどもね、しんのすけさんに伝える。そしてしんのすけさんがそれを元にしつつ、さらに肉付けをしてその次の人に回すと。で、3人でトータルの、勝利を目指すと。で、勝利の、枚数が、トータルこんな感じで、1000枚になればこれプレゼントがあるんですけれども、1000枚以下だと1名で、2001枚から3000枚だと4名みたいな、割とね、あれ細かく決まってるんですね。細かく決まってます。僕はこのプレゼントそのものよりも、その情報を引き継いでいく過程、ライターそれぞれいろんなところあると思うんですけれども、その視点だとか、どういう情報を引き継ぐで、どういう情報が実際どうなるかというところに注目していただくと、皆さんの立ち回りの、お役に立つんじゃないのかなと。皆さんも、分かるかどうか分かりませんけど、僕のこと知ってるかどうか分かりませんけれども、まだ皆様にそんなに馴染まれてないと思います。ジャンバリー .tv さんあんまり出てませんので、なので今回トップバッターを任されたということで、がっちりしっかりした情報を引き継いで、あれこいつやるなと思わせるように頑張りたいなと。そのために下見もいたしましたので、一応下見の段階で思うところたくさんあったんですけれども、狙い台もしっかり絞ったんですが、それはおいおい語りながら、とりあえずまず抽選を受けて、その抽選の番号によって結構狙う台は変わるので、一応ね、昨日下見の中で見えた傾向と狙うべき機種、ちょっと言っておきますと、番号が良ければ、バジリスク、絆か、北斗とも、この辺りを狙いたいと思います。まず今抽選待ってる状態ですけど、早い番号引けたらなと思いつつ、回転そして抽選の方を待ちたいと思います。ガチ下打ちだよ、もう。そこやばくないですか。僕の予定は今いろんなものが壊れたんで、ここからまたちょっと考えていかなきゃいけないんですけど、とりあえず、北斗の友と絆は無理だと思います。で、座れたとしても、昨日下見してるとかいっぱいいたんで、その人たちがこの46人に絶対何人かいるんですよ。だから彼らが、多分その傾向を僕と同じように考えて座ってるんで、それじゃない台が相手でも非常に危険なので、そういう人気騎手系はもうこれで今日は狙えないという感じになっちゃいましたけれども、分かんないよね、もしかしたらでもね、46人がパチンコ行くかもしれないし、分かんないけど、現実的には無理でしょうと。ちょっと作戦を練り直します。今再整列してるんですけれども、時間あるんで、僕は下見したっつってもこれぐらいしかしてないですよ。よくね、下見っていうと、例えば何ゲームで何回当たってたとか全部メモって考え直すって人もいるんですけど、それやることもあるんですけど、それは継続的に通うお店の場合であって、それも相当通う、相当いいお店っていう、要は労力と戻りのバランスってものがあるんで、今日一日って勝とうとするんだったら、どうせそんなデータとってもわからないんで、だったらそれは今まで積み重ねてきたものっていうのもありますけれども、印象ってものをまず見て回って感じ取って、その印象で、どういう台がいいかなとか、そういう、あとは出目だとかゲーム数だとか、今日の直接の勝ちだったり、変更判別につながるものを集めるというのが、一般的な下見になりますね。絆のところにめっちゃ人がいるんで、とりあえずゴッドイーターを取って、絆満席だな。
一応ここで僕も急がなくていいと思ってるんで、ちょっと昨日見て取れた傾向のお話します。これがまあ当たりだとするならば、その前の日出てなくてその前の日が出てるんですよ。でこれがあの結構ねこっちにもたくさんあったんですよ、まあ、これもう昨日すごいいいですよね。でその前の日は出てなくて、その前の日がまあまあ出てる、これはまあまあですけれども、出てる出てない出てるっていうのがすごい多かったですよ。これ僕らの、まあ、僕の周りの友達がよく友達として使ったのが戻りっていう、上げ下げ上げ、要はなんか2日前出てると入らなそうじゃないですか、そういうイメージをなくしたいのか、割とあ3日間のデータで見ることが多いんで出てる日が多いなと思わせたいのか、そういう傾向が非常に多かったんで、要はずっと出てない台の上げ狙いよりも前々日出てる台を狙うのがいいんじゃないのかなと、昨日の夜の下見の段階で思いました。はい、ちょっとね朝見て回ること多かったんで、今日僕は一見すごい出遅れてますけど、まあこういう時は見ることの方が大事なんで、で一応この台も多分ゴッドイーターはそんなに稼働が強くないんで上げ下げ上げがなかったんですよ。なんでこれにしたんですけど、まあ、他の上げ下げ上げが狙える、まあ、転生と絆、これがもう取られちゃったんで、とりあえずの狙い台だな。変換してみよう。変換っていうのはまあ理由の学君も一応勝ちのゴッドイーターも見れるんですが、というよりも朝の降格の様子ですね。まあ、ちょっと学君しました。さっきねあのジャグラー見てて学校聞くわけないと思ったんですけど、聞くみたいですね。それか前理性でしょ。絶対マイジャグとか俺が、あでもマイジャグすげえ人気あるな。多分前あのこう人気が集中する機種は前理性してたり攻め返ってたりするんですよ。はい、まあ僕もいろいろ朝ねお話しましたし、結局この台いつだ結構と違うじゃんとかね、ちょっと恥ずかしかったですけども、まあそもそも、まあ、入ったあの方が細かったので、まあ全然は座りたかった台、一番座りたかった台座れないのは当たり前です。で、その判別するって言ってもどれぐらいまで頑張るかっていうのは、嫌なのを少し悩むんですけど、しかも、バスに乗っていたら打ち込みとか低いんで、微妙な判断をすごく難しくて、逆に、早めに見切る、その判断は上手にできないから、ちょっとありがたいなって感じる可能性もありますだから、同じ台を打つんですよ、同じ、まあ、見切りのキックはこれぐらいまで、じゃあダメだと思う。その日の状況、またその自分のその機種、自信度で変わってくる。こちらでします。こちらは割と早くやめそうな状況。番号悪かった。一応勝ちに必要なことはそこで頭に入れてるつもりです。
僕の声かけられる。勝利確定なんで難しい相手倒せる。
喧嘩ってことは別にどこなの、喧嘩とは旅チェリー初めて行きました。